8時になりました。週明けの株式投資に向けてイランがイスラエルを空爆、決算スケジュール2週間分についてお伝えいたします。まずイスラエル空爆で動く銘柄、決算スケジュール2週間分、主な決算、決算銘柄、全データ、この順でお話しいたします。まずイスラエル空爆で動く銘柄。おととい金曜の夜、イランによるイスラエルへの報復攻撃が近いとの報道がありました。この報道を受けてダウ、ナスダック、日経先物とも大幅な下げとなりました。ダウは475ドルの下げ、マイナス 1.24%、 ナスダックは267ポイントの下げ、マイナス 1.62%、 日経先物は700円の下げ、マイナス 1.77%、 1ドルは153円28銭、引き続き153円台で推移している状況です。この大幅な下げは中東リスクだけが原因ではありません。銀行の決算が冴えなかったこと、そして発表されたミシガン大学の消費者信頼感指数が上振れし、利下げが遠のいたこと、そしてこの中東リスクの報道で市場はリスクオフに動いています。昨夜の NVIDIA の状況は24ドルの下げ、マイナス 2.68%、大幅な反落になっています。原油は5ヶ月半ぶりに高値を更新しました。そして本日の早朝6時に本当にイランによるイスラエルへの空爆が実行されたとの報道がありました。その3時間後、イランによる初めての直接攻撃に対し、イスラエルのネタニヤフ首相は反撃の意向を表明しています。さらにその2時間後、イランの攻撃開始に合わせ、ヒズボラやフーシもイスラエルへの攻撃を開始しています。しかしながらその同時時刻あたりに、イランからもうおしまいという声明が出されました。問題はこれで終わった。イラン代表部、攻撃は今回限りと示唆。イランが発射した無人機やミサイルはほぼすべて撃墜された模様です。イランは無力さを知ってのもうおしまい宣言なのかもしれません。一方、今回の件はイスラエルの陰謀だという記事もあります。シリアのイラン大使館がイスラエルによって空爆されたことで、ドローンもミサイルも撃墜されるのは分かっていましたが、イランはメンツとしてイスラエルに報復せざるを得なかった。今回の空爆でイスラエルはイランを攻撃する大義名分を得たという話です。現在事態は刻々と変化しており、明日の場までまだ12時間以上あります。イスラエルやヒズボラなどどう動くかわからないので、明日の朝は必ずニュースの確認をお勧めいたします。サンデーダウは今朝方このように急落していましたが、徐々に戻してきている状態です。そしてビットコインも今朝方やはり急落していましたが、こちらも徐々に戻してきている状況です。明日の朝、市場が有事と解釈する状況であれば、まず買われるのはやはり原油関連だと思われます。インペックスや石油資源開発をメインとして、イデミツ、エネオス、コスモエネルギー、このあたりが動くと思われます。この他にイランがホルムズ海峡でイスラエルと関係があるコンテナ船を拿捕したとのニュースも流れています。これまで注目されていた黄海ではなくホルムズ海峡での海運リスクで海運株が大きく動く可能性があると思われます。次に決算スケジュール2週間分です。
今回は週明け4月15日月曜日から4月26日金曜日までの決算2週間分についてお話しいたします。全295件が予定されており、そのうち211件が本決算です。まず主な注目決算から。売買代金100億円以上の大型銘柄ではこの27銘柄があります。23日のニデックとシマノ、24日のファナックと中外製薬、キャノン、25日のディスコ、新越化学、ルネサス、ティーエンス、第一三共、アステラス製薬、そして26日のレーザーテック、ソシオネクスト、サクラインターネット、アドバンテスト、日立、富士通、村田製作所、北海道電力、三菱電機、デンソー、TDK、野村ホールディングス、小松製作所、オリエンタルランド。特にこの7銘柄の決算は注目を集めそうです。ディスコ、新越化学、ルネサス、レーザーテック、ソシオネクスト、サクラインターネット、アドバンテスト。次に決算スケジュール、全データです。毎回お話ししますが、決算またぎは決算プレートも呼ばれる非常にギャンブル性の高い持ち越しになりますので、あまりお勧めいたしません。決算期待での決算発表前までの上げを狙うなど比較的安全な方法はいくつもあります。高決算が出ても下げてしまう場合もありますので、決算またぎは非常にリスキーだと思っております。どんどん話していってしまいますので、気になる部分については一時停止でご覧ください。まず、月曜日、4月15日は55件が予定されています。まず、場中発表で12時にワンダープラネット、AIT、パシフィックネット、アクアライン、JMAX、東天港、松竹、滝氷、そして引け後になると日本国土開発、S フーズ、イチゴ、クォンタムソリューションズ、AFC ホールディングス、ベースフード、こちら JMAX ですね。失礼しました。そして J フロントリテイリング、アナップ、バロックジャパン、ジェイドグループ、ヒトコミュニケーションズ、マーキュリーリアルテック、武田機械、メタリアル、陽気電機、FP パートナー、エコス、CS ランバー、サマンサタバサジャパン、そして黒金工作所。このうち武田製作所は金曜日に年初来高値を更新しています。反対にサマンサタバサは金曜日に年初来安値を更新しています。そしてリテールパートナーズ、サイカヤ、フューチャーリンク、東宝、スーパーバリュー、TKP、鉄人化ホールディングス、ライフフーズ、出前館、買取王国、ファンドクリエーション、日装プロニティ、サイバーステップ、ザ・ホワイハールカンパニー。そして、フルノ電機、24-7、テイツー、アークス、大小、吉村フード、串カツ田中、システムインテグレーター、オキサイド、アスマーク、バリュークリエーション。このうち貸借倍率1倍割れがアークスと、そして串カツ田中です。そして18日木曜日。この日は1件だけです。ブロンコビリー。そして19日金曜日。この日は4件が予定されています。場中発表で14時に厚生証券。引け後になると現代エージェンシー、アジュバン、BR31。そして22日月曜日、この日は2件が予定されていますが、東証は1件のみです。OB システムズ。そして火曜日23日、この日は10件が予定されています。場中発表で OBIC ビジネス。引け後になると幕開け、OBIC、コア、キャノンマーケティング、コメディ、ニデック、愛知コーポレーション、シマノ、リアルゲート。このうち、シマノは金曜日に年初来高値を更新しています。
貸借倍率1倍割れはコメディとシマノです。そして24日、この日は23件が予定されています。場中発表12時45分にジャフコ、オノソッキ、金殿、そして引け後になると富士屋、サイバーエージェント、日本高純度化学、日本鋳造、日立建機、トリニティ工業、日本航空電子、ファナック、FDK、キャノン、日本エスコン、メタウォーター、富士古川 E&C、日本高度子工業、サイバートラスト、東洋機械金属、新越ポリマー、フューチャー、中外製薬、CUC。このうち日本高度子工業は金曜日に年初来高値を更新しています。サイバートラストは金曜日に年初来安値を更新しています。そして25日木曜日、この日は66件が予定されています。場中発表で松井証券、丸和、三洋電機、木村ユニティ、杉本商事、極東証券、キューリック、小西、東方ガス、四国火星ホールディングス、インフォコム、日本ゼオン、東面デバイス。このうち、三洋電機と東方ガスは、年初来高値を金曜日に更新しています。丸和は、貸借倍率 0.7 の状態です。引き続き、場中発表ですが、第一三共、石塚ガラス、ダイハツディーゼル、プラント、CIJ、大宝工業、東京ガス、中央発条、東海理科電機。ここからは引き終になりますが、エレマテック、モノタロウ、野村不動産、エイトレット、新越科学。このうち、金曜日に年初来高値を更新しているのが、ダイハツディーゼル、東京ガス、モノタロウです。そして、伊勢科学工業、野村総合研究所、シンプレックス、アステラス製薬、SB テクノロジー、JFE システムズ、アマノ、富士電機、ルネサス、アンリツ、新興電機工業、日野自動車、キャノン電子。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、伊勢科学と富士電機です。そして三菱鉛筆、大和証券、エリアリンク、元気ドラッグ、ステップ、スーパーツール、マネックスグループ、愛産工業、未来工業、ユアテック、ARE ホールディングス、アートネイチャー、太平洋工業。ユアテックは金曜日に年初来高値を更新しています。そしてバリューコマース、三菱総合研究所、ファインシンター、ディスコ、東光高岡、富士通ゼネラル、キーエンス、コイト製作所、エクセディ、ジェコス、双葉産業。このうち、東光高岡は金曜日に年初来高値を更新。バリューコマースは金曜日に年初来安値を更新しています。そして、金曜日26日、ここは141件が予定されています。場中発表で徳山、領有システムズ、北国フィナンシャルホールディングス、東海東京ホールディングス、デンソー、鶴屋、NEC ネッツアイ、岡山証券グループ、トヨタ自動食器、マルサン証券、モバイルファクトリー、東亜 DKK、マブチモーター、関電工。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、徳山、デンソー、NEC ネッツアイ、関電工です。一方、岡山証券グループは、貸借倍率 0.5 倍になっています。そして引き続き、場中発表ですが、関路、大阪製鉄、愛信、前輪、水戸証券、合同製鉄、日本外資、ナフコ、トヨタ防食、そして東亜合成、調理、相沢証券、トヨタ合成、三幸金属、愛知製鋼。ここまでが場中発表です。日本外資は金曜日に年初来高値を更新しています。ここから引け後になりますが、アクシーズ、南海辰村建設、九電工、
SMS、山崎製パン、日鉄ソリューションズ、M3、タウンニュース社、河内薬品、キッコーマン、アトム、リピンテック、ロードスター、桜インターネット、アバントグループ、エイミング、JSR。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、九電工、日鉄ソリューションズ、ロードスター。一方、金曜日に年初来安値を更新しているのが SMS です。貸借倍率1倍割れは山崎製パンと日鉄ソリューションズです。そして、積水化学、クイック、日化化学、鳥居薬品、ラインヤフー、SBI グローバルアセット、電通総研、東東、東京製鉄、日本高周波、日本中鉄館、SBI リーシング、MK 製鋼、岡部、テクノプロ。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、積水化学、日化化学、そして TOTO です。そして引き続きになりますが、M&A キャピタル、STIC、小松製作所、MAX、森田ホールディングス、J テクト、日立、ソシオネクスト、太陽テクノレックス、日本電機、富士通、セイコーエプソン、TDK、マクセル、リオン。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、森田、日立、ソシオネクスト、日本電機、そして富士通です。一方、セイコーエプソンは貸借倍率 0.2 倍になっています。そして、アドバンテスト、アクモス、スタンレー電機、村田製作所、今村証券、タムロン、野崎印刷、小松ウォール工業、野村、岩井コスモ、京成電鉄、アルプス物流、アナ、スカパー JSAT。このうちアクモスは金曜日に年初来高値を更新しています。そして中国電力、四国電力、北海道電力、北海道ガス、PCA、DTS、SCSK、ブルボン、JVC、ケンウッド、マキタ、日本車両、コア、三地、新バイオ製薬、三菱電機。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、北海道電力、DTS、三菱電機です。そして、セイコー電機製作所、東進電機、インバスト、東方レマック、竹菱、松栄、NEC キャピタル、杉村倉庫、ラックランド、植松商会、東エネック、カゴメ、日本製線、中電工、環境管理センター。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが、セイコー電機製作所、そして中電工。一方、金曜日に年初来安値を更新しているのが日本製線です。そして、オリエンタルランド、安原ケミカル、カナレ電機、カジテック、レーザーテック、京セラ、日東電工、キングジム、国用、トヨタ通商、東洋証券、総鉄、中部電力、西部ガス、宝来。このうち金曜日に年初来高値を更新しているのが日東電工と国用です。貸借倍率1倍割れは日東電工とキングジムになっています。そしてミスミ、4電工、グローバルセキュリティ、FPG、北進。週明けに向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。